プログラミング学習をサポートしてくれる存在のメンター。ただ、具体的にメンターに頼るメリットがわからないという方もいるでしょう。この動画では、メンターとはどんな存在なのか解説した上で、プログラミング学習にメンターをつけるべき3つの理由や、メンターの探し方について紹介します。この動画が参考になったら、チャンネル登録とグッドボタン、通知登録を忘れずに。こんにちは。今回はプログラミング学習におけるメンターの活用方法について解説しますが、その前に今回の動画の内容を確認していきましょう。この動画ではメンターとはプログラミング学習にメンターをつけるべき3つの理由、自分に合うメンターを見つけるための3つの基準、プログラミング学習をサポートしてくれるメンターの探し方について解説します。ではまずはメンターとは何かについて見ていきましょう。メンターとは指導者・助言者という意味があり、仕事やスキル習得などの場面で経験豊かな指導者がサポートを行うことを言います。プログラミング学習におけるメンターは、プログラミング学習の効率的な進め方を指導したり、わからないところをサポートしてくれる存在です。特にプログラミング学習はつまずきやすく挫折する人が多いので、サポートをしてくれるメンターは心強い存在と言えるでしょう。ここまででメンターの概要は理解してもらえたと思いますが、実際にプログラミング学習にメンターをつけるべき理由は何なのでしょうか。プログラミング学習にメンターをつけるべき理由としては、独学だと挫折しやすい、プログラミング学習のノウハウや体験談を聞くことができる、課題や目標を見つけてもらえるの3つが挙げられます。それでは一つずつ解説していきますね。メンターをつけるべき理由の一つ目は、独学だと挫折しやすいからです。弊社の調査によると、プログラミング学習経験がある人の 87.5% がつまずいた経験や挫折した経験があると回答しています。プログラミング学習の挫折率は非常に高く、学習中に行き詰まりを感じて学習をストップしてしまう人も多いです。特にプログラミング言語は見慣れない文字や文法を覚える必要があるので、モチベーションを維持するだけでも苦労します。その点、メンターについてもらえば、同じような経験をしたメンターが相談に乗ってくれたり、わからないところを親身になって教えてくれたりすることも、挫折する前にサポートしてもらえるのはメンターをつける魅力だと言えますね。メンターをつけるべき理由2つ目は、プログラミング学習のノウハウや体験談を聞くことができる点です。初めてのプログラミング学習だと、学習方法やスケジュールの立て方などが手探りになりますが、うまくいくとは限りません。そんな時にメンターがついていれば、メンターが実践してうまくいったプログラミング学習の方法や体験談などを聞いて参考にすることができます。またメンターが現役エンジニア、もしくは元エンジニアであれば、実際にエンジニアとして働く際に大切なことなどを知ることも可能です。プログラミング学習の先輩であるメンターから話が聞けるのは、メンターをつける大きなメリットと言えますね。メンターをつけるべき理由の3つ目は、課題や目標を見つけてもらえる点です。メンターはただプログラミング学習をサポートするだけが仕事ではなく、学習者の目標や課題を整理してくれる存在でもあります。プログラミングを学ぶ理由は様々ですが、挫折しそうになると目標を見失いそうになる場面や、わからないことがわからないという状態になりやすいです。その点、メンターがいればその都度目標を確認しつつ学習を進めることもできますし、学習者に何が足りないのか課題を確認しながら進めることもできます。このようにプログラミング学習を始めたばかりの人にとって、メンターは頼りになる指導者なのです。ちなみに概要欄の記事では、メンターをつけるべき理由を詳しく解説しているので、合わせてご覧ください。ここまででメンターをつけるべき理由として、独学だと挫折しやすい、プログラミング学習のノウハウや体験談を聞くことができる、課題や目標を見つけてもらえるの3つを紹介しました。ここからは自分に合ったメンターを見つけるための基準を紹介します。自分に合ったメンターを見つけるための基準は、現役のエンジニアであること、
オリジナルのプログラミング学習プランを立ててくれる、メンターの活動期間などがはっきりしているの3点です。1つ目は現役のエンジニアであることが挙げられます。しっかりと指導をしてもらい、エンジニアとして活躍できるスキルを身につけたいなら、現場を経験しているエンジニアがおすすめです。現役のエンジニアにサポートしてもらうことで、本当に現場で必要な力を身につけることができます。2つ目はオリジナルのプログラミング学習プランを立ててくれることです。プログラミング学習といっても、人によって進み具合や理解度は異なるので、学習者に合わせてサポートしてくれるメンターを選ぶべきでしょう。メンターによっては学習者に合わせてオリジナルのカリキュラムを作ってくれる場合もあるので、サポートが手厚いメンターがおすすめです。またわからないところの質問に対して親身になって答えてくれるかも重要なポイント。お試しプランや無料体験会などに参加してメンターの雰囲気を確認するのもおすすめです。3つ目はメンターの活動期間などがはっきりしているところが挙げられます。メンターをつける場合、価格やカリキュラムなどの具体性、どこまでアドバイスをくれるのかなどはメンターによって異なります。特に指導範囲は大切で、プログラミング学習のみ指導するのと、エンジニアになるための仕事獲得や転職支援のノウハウ込みで指導するのでは大きな違いですよね。メンターを決める前には、そのメンターにサポートしてもらうことで得られるものを確認することが大事です。ここまでをまとめると、自分に合ったメンターを見つけるための基準は、現役のエンジニアであること、オリジナルのプログラミング学習プランを立ててくれる、メンターの活動期間などがはっきりしているの3点です。さて、自分に合うメンターの選び方が分かったところで、ここからはメンターの探し方を紹介していきます。メンターを探す場合は、メンターマッチングサイトを利用する、ココナラで探す、プログラミングスクールに通うの3つの方法で探すのが一般的です。1つ目はメンターマッチングサイトを利用する方法になります。最近ではプログラミング学習をサポートするメンターの需要も高まっており、メンターを探すためのマッチングサイトで探すことが可能です。おすすめのマッチングサイトとして、メンタとともにがあります。メンタはオンラインメンターを探すことができるサイトで、ユーザー数が19,000人、メンター数が1,500人在籍。たくさんいるメンターの中から自分に合った条件のメンターを選ぶことができます。また思った通りのメンターが見つからない場合は、メンターを募集することもできるのも特徴です。メンタはメンターを探しやすくて使いやすいのが魅力のサイトといえます。ともには自分に合ったメンターを選ぶことができ、メンターに通話やチャットを通してサポートしてもらえます。どのプログラミング言語を学べばいいかわからないといった初歩的な疑問から相談に乗ってもらえますし、わからないところもチャットで簡単に質問可能です。またメンター情報も、今までの開発経験や指導できるプログラミング言語などがしっかり明記されているので学びやすいですね。このようにメンターはマッチングサイトを利用して検索することができます。2つ目はココナラで探す方法です。ココナラは様々な得意分野のスキルを提供することができるサイトですが、プログラミング学習のメンターができる方も登録しています。実際メンターと検索してみると、ウェブデザインやコーディングを教えるといった内容の出品者もいました。ココナラはあくまでどんな人でもスキルを提供できるクラウドソーシングサイトなので、メンターのレベルなどは未知数ではありますが、低価格で手軽にメンターを見つける方法としてはありでしょう。3つ目はプログラミングスクールに通う方法です。プログラミングスクールでも専門の講師をメンターとしてマンツーマンでサポートしてもらえます。特に最近のプログラミングスクールはオンラインでも受講することができるので、自分の都合に合わせて学べるのも魅力です。ちなみに弊社サムライエンジニア塾なら、現役のエンジニアがマンツーマンでサポートしているので、しっかりプログラミングに集中することができます。またオリジナルカリキュラムを使って学習を進めるので、自分の理解度や将来の目標に合わせた学習が可能です。サムライエンジニア塾では無料体験レッスンも実施しているので、メンターを利用しようか悩んでいる方はぜひ一度参加してみてください。今回は
メンターとは何かを解説しつつ、メンターをつけるメリットやメンターの探し方などを紹介しました。おさらいをしておくと、メンターはプログラミング学習をサポートしてくれる心強い存在で、挫折するリスクを減らすことができます。またメンターを選ぶときには、できるだけ現役のエンジニアを選ぶのがおすすめです。メンターはマッチングサイトやプログラミングスクールで探すのが良いでしょう。最近ではメンターを探すのも難しくなっているので、ぜひ皆さんもメンターをつけてプログラミング学習をスタートしてみてくださいね。ちなみに概要欄の記事では、プログラミング学習にメンターをつけた方が良い理由を詳しく解説しているので、合わせてチェックしましょう。メンターをつけるかつけないかで学習の速度は大きく変わってくるので、学習につまずき気味の人はぜひ活用してみてくださいね。この動画が参考になったと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録、通知登録よろしくお願いします。コメントもしていただけると嬉しいです。次の動画も楽しみにしていてくださいね。ではまた次回お会いしましょう。エンジニアって稼げそう。流行りのリモートで働ける企業も多いし、エンジニアに転職して働きたいな。でも何から手をつけていいのかわからないし、プログラミングってなんだか難しそう。このような悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか。実際にプログラミング学習者を対象に行ったアンケートによると、プログラミング学習者の 87.5%、 つまり10人中約9人が挫折を経験しているという結果が出ています。最近では独学でプログラミングを学べる環境が整ってきていますが、ただ闇雲に学習を続けてもプログラミングを習得して目標を達成するのは難しいのが現状です。そこでサムライエンジニア塾は、これまでの指導実績をもとに、プログラミング学習に成功する人は普段どんなことに取り組んでいるのかを分析した結果、成功者の多くが目的・目標が明確で、それに合わせた学習プランがある、常に相談できる人がそばにいる、自己解決能力が高い、この3つを兼ね備えていることが分かりました。サムライエンジニア塾では、初心者でも学習を成功できる環境を作るために、オーダーメイドカリキュラム、オリジナルサービス開発、マンツーマンレッスン、この3つのサービスを提供しています。オーダーメイドカリキュラムは、学習目的に合わせてあなたにぴったりな学習プランを作成しています。学習を通してオリジナルサービス開発をすることで、企画から開発までの流れを学べて、自己解決能力を養うことができます。そして基礎学習からオリジナルサービス開発まで、専属の現役エンジニアがマンツーマンレッスンで指導をしています。今までに全くプログラミングに触ったことがないという方もご安心ください。サムライエンジニア塾を受講される方の 90% 以上が未経験からプログラミング学習を始めて、 94% の人が転職に成功しています。受講はオンラインでもできるので、パソコンとインターネット環境さえあればどこでも学習可能です。あなたのライフスタイルに合わせてご利用いただけます。あなたもサムライエンジニア塾でエンジニアデビューを目指しましょう。無料体験レッスンもやっているので、概要欄の URL からチェックしてくださいね。